こんにちは、タビキューです。今日は DJI Osmo Action 4を使った外部マイク入力のテストを行っています。 DJI Osmo Action 4は一般的な USB マイクを接続することができるんですよね。で、今回は坊やの変換アダプターを使っています。 DJI Osmo Action 2でもマイク入力はできたんですけど、ただね、 DJI Osmo Action 2って元ブログで音声収録していると音割れ激しかったんですよね。というのも、元ブログの場合ってヘルメットの中にマイクを仕込んでいて、しかも走行音があるから自然と結構大きな声で喋っちゃうんですよね。抵抗とかを入れない限りは音割れしてたんですが、今回 DJI Osmo Action 4になってマイクの音量をこれまでよりもさらに絞ることができるということで、マイクの音がどうなるか確認しています。今音量マイナス10、音量マイナス10で確認してます。 DJI Osmo Action 4はマイナス20まで音量を下げることができるようになっているので、で軽く試した限りだと、音力、おう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 、何、いやー、おかわすがすげえ。マイナス10で結構大きな声で喋ってもマイクがピークになっていなかったので、マイナス10ぐらいで割と実用になるんじゃないかなと思います。あんまり下げすぎると今度は音足りなくなっちゃうので、ちょうどいいところをね、今探すための旅に出ています。今ゲインマイナス15で音声入力のテスト、外部マイクの入力テストを行っております。音声はモノラル、音声はモノラルで入力しています。さて、果たしてどうでしょう。今は音量マイナス20、最低限まで音を絞った状態で試しています。果たしてこの状態ではどのように音が聞こえるでしょうか。旅中が思う福岡のいいところは、こうやって本当にすぐそばにツーリングスポットがあることですよね。ここは今糸島半島を走ってます。うわ、めちゃくちゃ綺麗だよ。もうすぐ夜明けが来ますよ。今度は10です。もうすぐ夜明けで気温が24度。ここ道新しくできたんですね。まあ、昔あっちの住宅地なんか通ってましたもんね。こりゃいいわ。このまま糸島半島ぐるっと回って帰りましょうかね。思ったより音が取れたので、今度は背中の方にもマイクを追加してステレオで音声とエンジン音の別撮りを試します。それでは機材が特殊なので説明していきます。まずカメラは DJI Osmo Action 4で、これに坊やの BYK4 という変換アダプターを使っています。 USB と 3.5 ミリの変換アダプターってほとんどが TRRS の4極タイプの変換アダプターになっているので、一般的なマイクは対応してないし、そもそものステレオ入力っていうのはできないんですね。でそれに対してこの坊やの BYK4 はステレオの 3.5mm 3ピンに対応してるんですよ。同じ坊やでも BYK6 とか BYK9 っていう見た目も名前もね、似ているものがあって紛らわしいですけど、微妙に仕様が違うので BYK4 を買うように注意してください。でこれ購入先がAmazon がね、なんか知らんけどやたら高いんですよ。4000円ぐらいして、でそれに対してサウンドハウスだったら2000円ちょっとぐらいで買えるので、サウンドハウスで買うことをお勧めします。もっと安くしたいんだったらアリエクスプレス使えばさらに安いですけど、まあそこまでね、Amazon とサウンドハウスほど大差はないので、そこはまあお好みに合わせてというところですね。2つのマイクをステレオで左右それぞれに録音する変換アダプターは自作したやつで、これらの動画のリンク見てください。ヘルメットの中にはみんな大好きバッファローのピンマイクを入れてます。500円ぐらいのやつですよね、みんな使ってるやつ。ただね、なんか2個ほど買ったけど、どれもしばらく使ってるうちに動いた時とかにノイズが出るようになったので、最近あんま使ってなかったやつ。今回はこれをヘルメット側に入れて、エンジン音はソニーの DCM-PC60 っていうピンマイクを腰の背中側につけて録音します。タビキュー、今まで GoPro のメディアモジュラーとか、あと DJI Osmo Action 2の外部
坊やの外部マイク入力とか使ってたんですよ。ただそれ使うと割とね、音がいまいちよく取れないことが多くて、結局最近はもう Zoom の H2N に戻ってました。 Zoom の H2N の内蔵マイクでエンジン音は取って、そして喋る声は外部マイクで、 Zoom H2N の外部マイクで取るという形にしてたんですよね。それで音関係のトラブルがかなり起きづらい。毎回動画を撮るときにカメラと H2N の両方のスイッチをつけないといけなくて、これがまあめんどくさい。特にね、H2N は背中に置いてたりしたので、なかなかね、操作しづらかったりして、撮った後の音合わせとかもしないといけなかったりして、まあまあわりかしめんどくさかったんですよね。でこれがカメラの中の音声でちゃんと撮れるようになるならば、撮影も編集も楽になるはずなので、これでしっかり撮れていてくれたら嬉しいな。他に DJI Osmo Action 4を使っている元ブロガーさんでうまく音声が撮れていない人がいたので、これ DJI Osmo Action 4ってそういえばどうだったんだろうなと思って急遽試してみたんですけど、Zoom の、ね、H2N はもっと良かったけど、機材の運用とか考えればかなりありじゃないかなと思ってます。でしばらくこれ試して使ってみようかな。これからもこんな感じでいろいろ試しながらやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。旅キューでした。